捨てすぎちゃって後悔するっていうのも結構あるパターンなので、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も仕事が終わりましたけども、今外の気温がですね35度です。はい、すごいです。あーボーンって、まあ今ちょっと5時なんで、はい、夕方5時の鐘が鳴ってますけども、こういう時に半袖で仕事できたら、半袖短パンで仕事できたらどれだけ快適かって思うと思います。で、なんかミニマリスト系のですね、こうネットで記事を探してると、服装、私服を制服化しましょうみたいな、まあそういう記事をですねちらほらと見かけます。で、あなたは、まあ、ミニマリストと聞いて服も持ってないんだなっていうのはまあわかると思いますけども、私服を制服化しなさいって聞いてどう思いますか。まあその記事を書いた方はですね、もしかしたらあのスティーブ・ジョブズだったりとか、あとはまあスティーブ・ジョブズですとか、まあそういった方を見てですね、あのいつも彼らはいつも同じ服装だから、彼らはいつもワンパターンの服装だから私服を制服化してるみたいな、まあそういうですねロジックがあるかもしれないんですけども、僕が思うにですね、まあそれをジャパニーズサラリーマンに行ったところでちょっと厳しいかなみたいな、まああくまでも仕事は仕事なので、例えばまあお金を扱う仕事をされてる方なんかはもうパリッとスーツを着ないといけませんし、病院で働く方なんかもしっかり白衣を着ないといけないですし、まあそれぞれやっぱりあの見合う制服っていうのはあるので、私服を制服にできる方はですね結構まあ限られてくるんじゃないかなと僕は思います。ちなみに僕の服装なんですけど、昔からずっとこういう格好で仕事やってたんですかっていうと全くそうではなくてですね、初めはしっかりジャケットを羽織って長ズボンを履いて、あのシャツ着てですねパリッとビジネスをやってました。で、あの名刺も持ってパリッとワックスをかけてですねビジネスをやってました。まあそういう風にやってたので、初めはですねもう汗だくでした。もう暑くて暑くてもう死ぬかと思いましたけどで、その取引先とですね、まあ、仲良くなって、まあ、ちゃんと人間関係が築けた上で、あの今年はちょっと半袖短パンでいいですかって言って、もう全然いいよって言ってくれたので、今こういう格好であの仕事をさせてもらってるって感じです。はい、なので、服を減らすことは全然いいと思います。ミニマリストとして服を減らすのは全然いいと思うんですけど、なんかそのスーツとか捨てちゃったりとか、仕事に必要なものは、まあ、必要なものなんで、はい、ミニマリストは必要最低限なものを持つと。で、仕事に必要なものは、それは必要なものなんで、それを取っておいた方がいいかなというふうに思います。仕事で使っているようなですね、仕事で使うようなものも、あの、捨ててしまってですね、必要なものも捨てちゃう、それがミニマリストだ、みたいな、そういった方も中にはいらっしゃいますんで、もしですね、私服を制服にしましょう、みたいな記事を読んだ方はですね、ちょっとグッとこらえて、本当に必要な服は残した方がいいと思います。はい。洋服は捨てやすいんですけども、捨てすぎちゃって後悔するっていうのも結構あるパターンなので、ちょっと今回ですね、洋服を今から捨てたいですって方はですね、ちょっと必要じゃないものと必要なものはあらかじめ分けた上で、断捨離をすればいいんじゃないかなというふうに思います。この動画がですね、ためになりました。あなたの話を聞いてドン引きしました。というのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをクリックしていただけると大変嬉しいです。はい。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。